生姜焼きとかいます？生姜焼き丼。あ、ちょっと仕上がりはいないですか？はい、生姜焼き、はい、行きましょう。はい、生姜焼き、はい、生姜は結構近い。そこそこぐらいで、あまり聞きすぎてもかなっていう感じがあるので、はい、そっちの方が僕は好きです。今年はすぐ決まりました。いつも悩んじゃうから。よろしくお願いします。生姜焼き、はい、はい、ヒアリングでお伺いできて、生姜焼き丼をですね、ぜひちょっとご試食いただきたいなと思ってます。今お肉、はい、2種類ご用意してます、はい、お肉の厚さが5ミリのお肉のちょっと厚さがあるやつ、こちらが3ミリ、ちょっと薄めのお肉です、はいはい、で、そこにタレですね、あまり生姜は効かせないようなのがいいかなとおっしゃってたんで、はいはい、これが一番あっさりしているやつですね。次がちょうど、まあ、中間ぐらい、少しだけ生姜が感じられる、はい、で、まあ、一応ですけどちょっと生姜が若干強めのもの、はい、3種類で、はい、まず一旦ご試食をお願いできればと思います、はい。もともとお肉はちょっと漬け込んであるので下味はついてます、はい、うん、うまい。ありがとうございます、うん、中間、そうですね、若干タレもちょっとドロッとこうしたような、はい、お腹すいたら全部美味しい。もうなんか決めきれない。最後食べていただくのは結構生姜がちょっとこう粗削りしたような生姜も残ってるような、はい、ああ。お肉どうでした？ 3 ミリと5ミリで、ああ、いや、どっちも美味しかったですけどね、はい、熱い方をよく食べるかもしれないですね、僕は。なんでお肉はこ、はい、そうかな、はい、うん、こっちの真ん中のこれでいこうかな、はい、分かりました。じゃあお肉は、5ミリの厚さ、はい、でタレはちょうど真ん中の真ん中のやつ、中間ダレですね。ありがとうございます。でトッピングですね、はい、あ、はい、キャベツ、レタス、レタトマト、ポテトサラダ、プチトマト、うわ、どうしよう。キャベツ、キャベツ、はい、はい、キャベツ下にこう引きますか、それちょっとこう、そうなんですよね、位置もそうなんです、捨て食べたい方とこうですよね、引いて方がいい方と。大瀬さんどっち派ですか？間派ですか、うん、なんかちょうどじゃあ横に添えてるぐらいがいいですか、ね、あ、そうですね、自由にそれで、はい、取っていただければいいかな、はい、ポテトサラダ、ポテトサラダ、はい、これお願いします。トマトな、トマト好き嫌いあるからな。そうですね、うん、まあ、シンプルにもうこれだけでいいかな。あ、こちらで一応、あ、いいっすね、はい、大丈夫ですか？はい、バッチリです、はい、じゃあいただいていいですか？はい、いただきます、はい、うん、うまっ。キャベツとも相性良さそうです。バッチリです、バッチリですか？お肉の量とかボリュームいかがですか？あ、もうこれぐらいでぐらいがちょっといいかな、はい、ありがとうございます、と思います。はい、ちょっと生姜はそんなに効かせずにみたいなところが一つ、そんなに効いてない感じがこれぐらいぐらいだったんですか？はい、程よくぐらいで、はい、大瀬良大地投手のプロデュースメニュー、これが俺の勝負飯、大地の生姜焼き丼。カープに勝利を呼び寄せるルーティーンは試合前の生姜焼き。大瀬良投手と同じルーティーンで試合を応援しよう。まあ、この生姜焼きは、まあ、ホームでもビジターでも登板日に食べる一つのルーティーンみたいになってて、唯一と言っていいぐらい の、 ルーティーンが生姜焼きを食べることなので、はい、まあ、そういった意味で、はい、選びました。食べるので妻が作ってくれたりするときも油が少ないような
あの味が残りにくいような形で出してくれてるので、味はその濃くなりすぎないようなっていう感じで、はい、あのお願いしました。まあ僕が当番日に必ずと言っていいほど食べてる生姜焼き丼を作っていただきましたんで、まあ僕が投げるときは必ず食べていただいて、まあそうじゃなくてもあの美味しく僕が普段食べてる生姜焼きにより近づいたものになってますんで、生姜焼き丼を食べて球場で、ぜひいろんなことを楽しんでもらえたらいいなと思います。これが俺の勝負飯、大地の生姜焼き丼は3月26日からマツダスタジアム飲食売店コイコートナインで販売開始です。